チャレンジと島本が行く。今回は私自身のより次元の高い自立に向けてというテーマでお届けします。倒れて入院している段階で、治療リハビリをしている時は、私、医療人からの、医療側からのその目標設定としては、家庭復帰というのが、その時の医療側の認識としては目標でした。しかし私はもう当初から、必ず社会復帰するんであるということで、リハビリも頑張ってまいりました。で、結果、退院して家庭復帰をしまして、医療側の目標を達成。で、私、それを、乗り越えて、現在、行政書士として、仕事もしておりますので、社会復帰を果たしました。ということで、私自身も、当初の目標は達成しておるんですけども、では、完全に私は今、自立しているのかというと、そうは言い切れない、言い切れません。現在、両親と同居しておりますので、家賃等と生活費の面で、かなり助かっているということがありますし、移動に関しては完全に自分一人だけで遠くまで外出するということが不可能で、なので車の運転に関しては私目に見えないし障害で事故を起こす恐れがありますので、父に運転してもらうというサポートを受けているという点で、完全自立とは言えません。ですから、そこへ向けて収入も上げて自立移動に関しても何とかしていくというような必要があるというのを強く感じています。そういったことはちょっと何回かに分けて話していきたいと思うんですけども、こういう認識を持つ前提として、これは私に限らずハンディを持つ人に共通してある問題なんですけども、親亡き後の問題というのがあります。親亡きの亡きは死亡の亡ですね。亡くなるの亡くなる亡きです。つまりいつまで、私は今その同居していると申し上げましたが、いつまでも親というものが生きているわけではないので、その後どうするのかっていうのは障害を負った者にとっての課題としてあります。で、これ親亡き後の問題っていうのは本来は親の側の問題として定義されています。だから自分自身の子供が障害を持っているという場合に、親自身が亡くなった後にその子供がしっかり生きていけるようにどうすればいいのかっていうのを親が考えるという、そこはチャレンジとの親御さん全体皆さんが悩まれるところだということで、そういう問題があります。ただ私の場合はこのような自立心がかなり強いので、親亡き後の問題は親の問題というよりも、もうすでに私の問題として考えています。で、親は今日明日な、今日かもしれませんよね、いなくなるかもしれないわけで、じゃあそうなった時に何が必要だろうっていうことはもう常に考えています。で、そのどうすればいいかということに関してはまた違う VTR その2ということで撮っていきます。